スタート、はい、おはようございます。おはようございます。はい、ね。そんな体験は野郎やからしたことないんだな。いやでも男性でもあるんじゃないですか、怖い。怖いっていうか変なあのね、昔バイトで、カラオケの司会をパブでやってたことがあって、はいはいはい、でまだ今みたいにこういうじゃなくて完全にカセットを入れる、うん、8トラを入れる時にバイトしとった8トラやねん。で画面とかあれみんなあの本見て歌うねん。ほーだから絶対知らんよね。知らんやろな。窓でテレビで見る。8トラ8トラ言うて8トラックが8つあって8曲入ってるカセットがあるね、うん、それで入れながら司会をやってる時やって、それでもだいぶ前やわな。30年以上前やわ。画面に出てきて、それからみんなカラオケを歌う時本貸して出るんだけど、あ、それで歌詞を見る。そうそう、歌詞見てよ。で、だんだん曲増えていったら本増えてくる、踏んでくれるなんて、分厚い。それが探しようんだけどそうで司会を取ってカウンターに座ってる結構な画体の、うん、俺よりちょっと年上のようなあのおっちゃんっていうか、まあ、その時俺が二十歳やからお兄さんみたいなのを座っとって、やけに話しかけてきて、はいはい、で、この歌入れていいや、あ、はいはいって言っとって、で、兄ちゃんええな、ちょっとわしの飲んでやって、うん、もうね、一本入れだって、うん、俺にあのボトルでくれたりしてくれて、はいはい、で、忘れません、もうあの千正夫さんの夕焼け雲かなんかの歌を、うん、これわし歌うか、ちょっとわからん時一緒に歌ってくれるか、うん、あ、わかりました、うん、横にだって歌って、で、感想入った時、ふっと近づいてきて、うん、兄ちゃん、はい、ケツかそかって言い合って、いや、それの、そっちの声がええ俺が攻める方と思ってんけどそれケツ過疎かってやつ、そんな始まりが貸してやちゃうかって、貸してじゃなし過疎かやってから、それも貸していらんなと思って、あ、すいません、それからそこガッチリした人やったから、で前カウンターに座ってあって一人やからな、はい、で前の人に聞いたら、あのある大学の相撲部やとか、俺かもし押さえつけられたら俺あかんやんとか思ってんけど逆やったからよかったね、過疎化の方やったから いきなり来るんですね、そんな感じで。過疎化はぁ、断りだから、そういう、ね、そういう部分やったから、これちょっとぽっちゃりが好きやったけどな、ぽっちゃりがね。へぇー、そんなのもある。結構いいですっていうことも、いや、それは、あたり、はいとか余裕もあるね。そんな若い時に、さっきのね、お酒もな、ごちそうになってな、若い時に俺、そんな経験はしてないから、それもケツやで、ケツ。なんかでもそういうほら気よくおごってくれはったりとかごちそうしてくれはったりとかする人いてるけど、うん、後からその代償をちょっと求められると、ちょっと怖い時あるよね。それもなんでカラオケを踊る時やってんの、思ってんの、俺よくなくて、そうね、思っても先にね、もうさって施しされてしまうと、されてしまったらな、ね、でもそんなやろうやから、やろう同士がそんな分かれへんやんか、うん、ガッチリした人やから、それが過疎化やったからびっくりしたわでも一緒のそこのな場所におるわけやから、はい、近づけへんわけにもいかんし、そうやね、ボトル入れてくれてるから酒も飲まなあかんし、急に態度変えられへん、変えられへんからな、距離感も難しいですね。難しかったよ、難しいね、もうそこそこ合わせて、そうやね、それも一人で司会しとったからな、ああもうあのその店のチーフに言うたわ、ちょっと変わってって言うんで、相手するの変わってって言うんだ、なるほどね、なりますね。そっちもちょっと断りにくかったけどね、そんなまあまあで上手に断れる人もんねやろね、まあ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 、何言うて、まあ男でも女でもちゃんと断ったけどやな、断んのね、そういうことがあったな、断り難しい。いやだから女子やったらようそんな迫られてすんのやろうからやったらあるんちゃうの、あるっていうかね、私より全然あると思うんですよ。ないですよ。先月はなんか酒井愛に間違われたりするのじゃん。酒井誰やったかなって思って。道歩いてたら多分新喜劇の人ですよ。そうやろ、言われるやろな。髪型もちょっと似とる。違いますと思いますけど。それでオーバーオール履いたらそのままやろな。そうなんですよ。ねえ。まあでも断るとき私は結構きつい断り方する。ああ、もうそうなんすんの。うん、まあ女子やったらそれでできるかもしれないな。もうバッサリとそういうので、もういいです、いらないです、あなたは、うん、何回か切れたことある。そうなんですか、うん、だからどういう攻め方しようの、そんな
や攻め方っていうよりなんか応募ないと、まあ今はほらで結構ほらねモラハラや、ね、あモラハラや厳しになったから男性も控えめになってるけど昔ひどかったからね。あ、それはそうやな。昔私らの時代はもう当たり前のように触られまくって、触られるやろうな。そんなんあったから断るときは仕事場でも触られるもんな。そうだから強く出やんかったらねってこともあったからね。なのであったよ、なんかそうやってこうあのお金払ってくれる、お金持ってるから払ってはくれんねんけど、はいはいはい、そうやって後からねいろいろ言ってくる、ね、ああそうやな、お金投げ返したことあったから、ね、やるな、さすがに強いな。そうだからそういうことはあったよ、ね、いやいやでも私そんなあれですけどなんか痴漢とかは昔めっちゃありませんでした。時間ってめちゃめちゃあったよね昔。むちゃくちゃあった気します。なんかあの、うん、今はそんな1個やったらすぐ捕まえるみたいな。あ、はいはい、今結構ね、まあ、みんなが協力して昔なんか、ね、多分昔なんかやったら、ね、女の人耐えとったんちゃう。そうそう、だからようようあんかったよね。多分声に出せんかったやろな。そうそうそう、まあ、もう全員が、うん、もう見た目とか関係なく多分全員時間絶対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 どうだこの発言。そうですよ、これもあかんやろ。でもお前ずっと手上げとったの、釣り革持ってんねんけど、釣り革持ってんねんけど、釣り革持たれんとき俺いっぺんあの広告も取って揺れた瞬間でバチッて外したことある。あれ簡単に外れますもん。外れてバチッて外したことある。これ上まで届くかな。まあでも手上げてても変やけどね。ねえ、難しいですね。いやでもアピールはしとったわ、してまへんでって。まあ疑われやすいんやろな。なんで。